チーは白菜みたいなやつやけど、めっちゃ香りがいい。名前忘れた。めっちゃいい香り。この辺からは焼肉じゃないわ。お肉やな。この辺の肉も量り売りやな。ここは牡蠣のお店やね。めっちゃ流行ってる。牡蠣美味しそうやな。牡蠣食べようか。これやったらまたやな。牡蠣食べようか。食べよう。牡蠣と白ワインとか飲まへん。帰るにフラフラになる。でもめっちゃ美味しそうや。You want this one? Yeah. Yes. 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 Yes.さっき美味しそうやな、全部そうワインのグラスみんな暑いで食べてるグラスそこでいいよな。そうそうマッチングワインマッチングワインオッケー、はい、じゃあ乾杯。はい、お疲れ。美味しいな。来ましたね。めっちゃうまそうや。じゃあバス停広場でかけよう。すごいこれ。これ全部絞っていい？いいよ。全部絞る。いいよいいよ。すごいわ。このレモンもめっちゃ果汁がすごい。やばいこれは。めちゃくちゃうまそう。全部いけるか。うますぎる。白ワインと最高かよ。2個目俺も食べよう。やばいなこれ。うまっ。うまっ。最高や。これは贅沢やな。最後の旅の最後でよかった。ご褒美ご褒美。なんかほんまだって昨日の夜とかもさ、モノポリのサラダとパスタ食べて。うまいや。なんか日本よりさ水分量多くない？この牡蠣の中の牡蠣感っていうよりかはさ、なんかめっちゃほぼなんかめっちゃさっぱりって感じ。水分量多いよな。なんかほぼ飲めるみたいな。日本の濃厚なミルキーやな。だってなんか貝柱とかもさ、めっちゃこれ新鮮やな。貝柱から見てもさ、うん、でもこの貝柱がさ透き通ってるやん。水分が、ね、多いよな。しかもこの下処理もめっちゃちゃんと丁寧にしてる。じゃああげようか。じゃんけんしようか。じゃんけんしよう。本気のじゃんけんしよう。これマジで食べた。最初はじゃんけん。
あざす食べるでいいよ、これは嬉しい。でもなんか最後でかい、なんか一気に食べたな、うん、まあ、チーズとハムも食べに行こう。最高の締めくくりやな、うん、てないやつさ、最高やこれさ、ニューロのもう一発さ、いいよ、じゃあね、おかわりを持って持ち歩くハムとチーズ行く、うますぎ、最高です。ごちそうさまでした。もうマジでものの 2,3 分やないい感じやな。牡蠣めっちゃ美味しかった。ちょっとあと生ハムとチーズ量り売りのところ行っていこうかなやっぱいつもマルシェ、あのどこの旅に行っても市場には絶対行くようにしてて、やっぱ現地が来てから食べる野菜とか果物とか生ハム、肉、飲み物で、なんかお惣菜とかめっちゃあるからなんか活気もあるし、なんかやっぱ市場ってほんまに旅先で一番好きな場所かもしれない、まあ、ここのバスティーユのマルシェもやっぱパリの中で一番と言っていいぐらいかな、人気の大きなところなんで、やっぱり活気もあるし人もいっぱいいて楽しい。多分日本の めちゃかわいい日本のまあなんか大人も子供と一緒に遊んでめっちゃ楽しそうやし、なんかマルシェはやっぱなんかそこに住む人たちの生活が詰まってる感じがしてめっちゃいい。あーなんかちょっと俺も楽しくなってきたなやっぱマルシェいいな、まあ、マルシェというか市場というか、なんかさっきまで曇ってたけど晴れてきたし気持ちいい日曜日や、最高のマルシェ日和ですね。あのガレット食べに行く、それか生ハムかチーズ、さっきどっちでもいいし、そやな、まあ、ガレット一回見てみる、もう一回、まあ、並んでたらさ、あのチーズ量り売りしてたところ一回行ってみ、うん、このソーセージもめっちゃ美味しそう。ここのソーセージめっちゃ美味しそうやな。あのでも俺パエリア食べたいな。ソーセージも食べたい。これめっちゃ美味そうやな。どうする？ソーセージ、あー、パエリア、500ユーロぐらいする。あ、そうなんや。ほんまやな、ちょっとするな、うん、あホットクリームサンドイッチ、ソーセージもね、分かったかな、ソース、マヨネーズ、マスタード、エソールフリーオールどうぞ、どうぞ、だからなんかケチャップとかマスタードとかいろいろ選ぶらしいけど、全部って言ってもさ、全部の方が美味しそうやな。なんかでも全部美味しそうじゃない？美味しそう。これパエリア、これ別に
15ユーロ、いや5ユーロやったホットドッグ、安いの、安い、おお、でも僕はこれ、うん、うわ美味しそう、楽しすぎるな。ソーセージもなかなか焦げてるけど。こういうのもめっちゃ可愛い。なんかすごいワインセラーみたいになってる。で、これはボルドー。周りめっちゃ可愛い。モノプリで全てが揃うと。